剣道の松、足のコツ3回目になります。今回は送り足を解説してみたいと思います。送り足、構えたところから右足を出して左足を引きつける。みんなやってることだと思いますが、多くの人は送り足ではなくて引っ張り足になっていることに皆さん気がついているでしょうか。右足を出す、で右足に乗っちゃう、でそうすると左足から力が抜けてきて左足を引きつける。こんな動きをしている方が案外と多いんです。これはもう体の癖で、体重を右足でこう支えるという癖のある人は、交互に歩いていても右足にこう体重がかかることになるので、そういう方でこう起こりやすい状態なんですね。右足を出して体が右足に乗ってしまう。歩くときには、普通に歩くときにはこの通りなんですけど、そうするとここでチャンスがあっても相手が仕掛けてきても左足が遊んでるんで、ここから飛ぶことはできないです。ましてやここで左足を引きつけようとして、こう左足を引っ張ってくるときには全く居つく状態になっているので、ここを狙われたらもう何もできない状態になります。だから送り足というのは、その名前の通り左足で体を送ることが大事なんですね。左足に体重を乗せて左足で体を送る。右足がついたらすぐに左足を引きつけてまた左足に乗る。でそこからまた体を送る。右足は、ついたかつかないかですぐに左足を引きつける。これが送り足なんです。で難しいのが、なかなか左足で踏むという感覚が体になくてですね、左足で踏んでるつもりでも一歩出てしまうと左足から力が抜けてしまうという人も多いです。そんな時には、これはコツなんですけど、田良先生もよく言いますが、左足で体を止める。この左足で体を止めるという動作が、左足を使うっていう感覚が体に出てくるんで、左足が床を踏む、体を止めるという感覚が残っているうちに次の動作をする。そうすると左足で体を支える送り足という動きが自然にできるようになります。稽古の中で左足で止める、左足を止める、まずは左足を使う感覚、左足で体を止める感覚、そして止めた左足で床を掴んで体を送り出すという感覚を身につけたらいいんじゃないかと思います。いかがでしょうか。参考になりましたでしょうか。余談でありますが、跳躍、技を出していた時に、右足は高く上がってもその右足が前に行かずに元の場所に帰ってきては来てしまう方も、時々見かけます。一生懸命こう飛んでも右足がまた帰ってきて、結局どんどん飛べてない
その状態も左足で体を送ってないというのが一番の原因になってきます。ですから先ほどの送り足、左足で体を止める、これができると先ほどの右足は上がっても前に飛べない。もう一つは左足で蹴った時に足が左足が滑って、こんな風に足が滑って前に出ない、こんな状態も改善すると思います。以上で、送り足の解説を終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。次回は継ぎ足について、ご紹介したいと思います。以上で、以上で送り足の解説を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。